こんばんは。まずはこちらのニュースです。横行するインハラ、被害者が訴え。今日の主役のブロッコリー、はい、でインフムと軽飯ラーメンで踏んでも踏んでもらう。料理中や食事中に突然インを踏むことを強要するインハラスメント、通称インハラが流行、小さな社会問題となっています。集団訴訟に動く原告の一人であるラッパーのチコカリートさんは取材に対し、タコライス、タコライスとひたすら繰り返しており、未だ後遺症と戦っていることが判明しました。というわけで、今非常に小さな問題となっているインハラですが、菅さんいかがですか？まあ、特に力のある立場の人間がそういう弱い者に対して、まあ、インを強要するっていうのは、まあ、とても腹立たしいですね。はい、後遺症でインを踏むと後遺症をインで踏むと、どうしよう、後遺症ちょっとびっくりみたいな続いて明るいニュースです。桜の季節になると全国の喫煙者が始める風物詩滝登りが今年も全国各地で最盛期を迎えています。また先行して発表された喫煙グラミー賞では、新宿区の男性が動画サイトで披露した滝登りが受賞、日本人初の快挙となったことで例年以上の盛り上がりを見せそうです。さあ、ここで新しいニュースです。缶キッチンフェス2度目の開催が決定。昨年限定80名という規模で行われた缶キッチンフェス、ついに2度目の開催が決定したようです。今回は6月8日土曜日、6月9日日曜日の 2days、 会期中は新宿東横前にてフードフェスも行われるとのこと。続報が入り次第また詳しくお伝えします。明るいニュースが続きましたね。まあ、フードフェス用に新商品も開発してるみたいなんで、まあ、2days あるということで、僕も楽しみたいと思ってます。はい、ではフードフェスでインを踏むと、マジむずい、ヒント無理だな。フードフェス、ギャルがいるからいいムードです。おー、すごい、天才、無理